はい、どうも、若津です。和道です。よろしくお願いします。枠取り直しました。どうも。映像と音声問題ないかな。お疲れっす。いや、でも久々デート配信もしたし、今日は結構面白かったね。アンチコメント読みますよ。アンチコメント読んでみよう。今日は頑張ってみよう、今日は。アンチコメントも読んじゃおう。アンチコメント書けばいいの。全部拾ってあげる、今日は。全部拾ってあげるよ。俺がアンチを、アンチ体制どれくらい強いかっていうのを見せてあげよう。はい、おかえり。エンビーはどつ？寄り目のハゲが効かないね、効かないね。そうね、身体的欠損をね、俺に言ったところで何にも効かないです。もっと本気で来てほしいね。お前の母ちゃんデイベソっつって、懐かしいね。それ悪口なのかっていう問題があるよね。お前の母ちゃんデベソ問題、悪口なのかどうなのかっていうね、根本的な問題があるよね。はい、おかえり。さあ、来たまえ。ていうか、アンチブロックしてるから、アンチコメント書ける人がいないのか、今。よくよく考えたら。まれにはどつ、お疲れ。アンチコメント書く人たちを全員ブロック入れてるんだったわ、俺。忘れてたわ。根本的な問題を忘れてたわ。根本的な問題。アンチをブロック入れてた。職人召喚する？ブロック解放するか、じゃあ。忘れてた。じゃあ召喚するか。今、ブロックの人数、ちょっと確認しますね。ブロック人数。ブロックの人数がすごいな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、20、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100人。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47だから147名ですね。147人の、ブロックが入ってるんで。この146人の悪魔がいるわけだから。いや、ブロック1万人の方、フォロワーの数よりね、ブロックの数、だってこれ1ヶ月でこんだけ入れてるわけだからね。すごくない？1ヶ月で、でもこの人たち全員ブロックに入れてもフォロワーに影響がないってすごくない？閲覧とフォロワーに全く影響が出てないんだよ。すごくない？だからいかにそのアンチが無能かっていう問題。アンチ無能問題があるんですよ。そう。何の影響もなかったでしょ。むしろ最近の放送楽しいでしょ。リア突人数より、1ヶ月間のアンチの数の方が多いね。いや、いたね、実際150名近くいましたね。そう。150人の敵に囲まれてるってすげえよな。
何人 NG？ 無限に多分入れられますよ。無限にいけると思うよ。うん、あの制限はないです。ふわっちには。いくらでも、いくらでもいける。さて、皆さんここでクエスチョンです。この枠で解放する？いや、1ヶ月でね。1ヶ月っていうか多分2週間ぐらいで140人。こいつら全員解放してみる？解放してみる？やっちゃおうか。ちょっとこいつら解き放ってみようか。150人の悪魔召喚するよ。あ、はっきり言っとくよ。この枠荒れるよ。OK？ OK？ 覚悟できてる？覚悟できてる？あ、今からモンスター召喚するから、くっそ荒れるけど大丈夫。いくよ。全部外すよ。1、2、3。エクゾディア召喚する4。ちょっと待って、時間、ちょっと5分くらいかかるから待って。今ブロック解除していってるから。花火ありがとう。戦争だよ、戦争。モツさんありがとうございます。こっから一気に荒れるからね。今、一人一人解放してるんで、ブロック。全解放しましょう。え？どんどん増えてって。いや、すごいよ。うん。ちょっと悪魔を召喚するわ。えぐくなってくよ、これから。閲覧えぐくなってくよ。そしてコメント欄クズっつって。ほら、来た来た来た。召喚獣どもが来るぞ。よし。みんな覚悟しといてね。はい。140人の悪魔を召喚するから。カルマありがとう。花火ありがとう。怖いよ、つって。さあ、放送界隈で一番質の悪いリスナーの和道アンチを召喚するからね。はい、そうそう、花火ありがとう。そう、花火投げるなら今のうちだから。140人が花火師までフルボッコにするからね。花火投げるなら今のうちだよね。いや、サバゲーっていうかサバイバルだね。サバゲーじゃないね。サバイバルだね。今、ちょっとまだまだ足りないから、必死になって今30人ぐらい召喚してるから。来るぞ、お前ら。えぐくなってくよ。はい。ガソリンありがとうございます。18個、数合わせありがとう。バガーありがとう。花火あげる気持ちがわかんねえ。来た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 。ねち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 。来たぞ来たぞ。負けるなよ、ワードリスナー。今必死にブロック解除してるから。クズ呼ばわりされますよ。大変なことになりますからね。皆さんも心の準備よろしくね。そう。よし。はい、全員ブロック解除。OK でーす。ブロック解除 OK です。OK。あ、まだいる。あ、隠れがいっぱいいた。ごめん、150人じゃなくて、150人リストに収まんなかった300人ぐらい出てきた。ごめん。全部解除します。ごめん、今ブロック全部解除したら、もう300人ぐらい出てきました。ごめん。多分ね、450人ぐらいいます。ごめん、要はね、リストに収まんなかったんだわ。全部ブロック解除したのにまたブワって出てきた。同じような数が。すげえな。130、あ、どんどんじわじわ増えてきてるね。解き放ってるからね、今。多分様子見してるんだろうね。様子見。300だったわ、ごめん。アンチは140じゃ収まらなかったね。いや、来るぞ、これは。うん。俺は全部のコメント裁くから。エグゾディア召喚。よし。今終わったかな。これで OK か。うん。よし。ブロック中のユーザーはいません。確認してください。確認お願いします。ブロック中のユーザーはいません。全開放しましたね。OK ですか。はい。戦いは始まった。戦いは始まったよ、戦いは。詐欺師じゃねえわ。うん。神会ではないでしょ。静かな戦いだよね。はい、パフェありがとう。ちゃんとさばくよ。ちゃんとさばくよ。数聞いただけで聞いちゃった。よし。なんだろうね。よいしょ。BGM 変えよう。うん。ちょっと待ってね。あ、デンジャラスジョーダンさんいらっしゃい。解き放った一人だな、これ。よっしゃ。はい、かかってこいや。
相手になったるぜ。じわじわ来るのかな、どうなんだろうね。よいしょ。引退するのでは。え、だってさ、引退するのもしないのも俺の自由じゃん。なんでリスナーがそんな権限があるの。いやいやいや、かかってこいや、こっちだよじゃなくて、見に来てんのお前だから。見に来てんのお前でしょ。かかってこいやって迎え撃つのは俺の方で合ってるでしょ。なんで俺がわざわざリスナーに喧嘩すんの。なんで引退しなきゃいけないの。なんで俺が引退しないといけないの。理由を述べて、理由を。なんで、なんで。いや、聞いただけ。あ、引退するのではって。まあ別に聞くんなら聞けばいいんじゃん。うん。どうせお前はブロックで逃げるんだろ。なんでブロックが逃げなの。俺意味わかんないんだけど。見る人選んで普通じゃん。見る人選ぶのは。うん。吸い殻捨てたら、ああ、どうも、お気遣いありがとうございます。理由は詐欺してんじゃねえか。詐欺なんかしてるって何？詐欺って何？詐欺って何？もう全然意味わかんないんだけど。実害を受けたの？実害を。全然無理してないよ。うん、吸い殻は別に俺の勝手じゃん。全然意味わかんない。ぬるくない？ちょっと。うん。優しい男なのに。やめて、そういう営業妨害。吸い殻をまず捨てろ。それはアンチコメントなの？吸い殻を捨てろっていうのはアンチコメントなの？吸い殻溜まりすぎだよね。あ、静香ちゃんいらっしゃい。吸い殻コレクターはどう？うん、じゃあ逆に言ったら、引退しろっつうなら引退するまでコメントで追い込んでみたらどうなの。逆にもう無理だわって、減らってもう放送できないわって、引退するわって言わせたことあんの。いや、アンチコメントだよ、なめんなよじゃなくて、引退まで追い込めるコメント書けんのかっていう問題だよ。大したことねえな。ふわっちで甘えてんじゃねえよ。じゃあどこでやれっつうの。ニコ生、ツイキャス、YouTube ライブ、どこでやっても甘えとかないでしょ。別に配信サイトどこでやろうが別にリスナーは変わんねえんだから。意味が分かりません、甘えとか。ニコ生でやっても人なんか来ないよ。だいたいニコ生なんかもう見てないでしょ。みんな見てないと思うよ。見てんのっていうかね、今日のアンチ弱いね。ダメだね。全然話になんない。全然話になんないわ。正直。圧勝。もう全然聞かない、今日は。全然聞かない。弱い。もっと本ちゃんのやつが見たいね、本ちゃんのやつ。はい、月見バーガーありがとう。ニコ生の頃と比べて結果出てるでしょ。ニコ生の時よりも結果出てるでしょ、実際。どう考えても。だって閲覧も取れてるし、飯が食えるようになってんだから。で、実際ふわっちに来てから大手扱いされてるわけだから。うん。ミュウツー呼んでこいよじゃねえよ。なんで俺があんな雑魚と絡まないといけないんだよ。うん。なんだ、アンチコメの書き方忘れちゃったのか。なんでサングラスが多いよ。サングラスが。サムといい、ミッコといい、こんばんは。いや別に俺だから誰からの凸も逃げないから。うん、なんだよ勘違いをって言って。別に勘違いなんかしてねえだろ。勘違いなんかしてねえだろ。俺が言ってんじゃないよ、ふわっちのリスナーが言ってんの。俺のこと大手だって俺が言ってるわけじゃないから、リスナーが言ってるの。もう周りが認めてんの。周りが認めてるの。リスナーとぶつかってたお前はどこ行ってたんだよ。だからぶつかってんじゃねえか。ごめん、騒いでんじゃねえかよ。低能ほどよく言われる。俺より何、高能なの。俺より高能なの。あじゃねえよ。人のサムネ勝手に使ってんじゃねえよ。あじゃねえよ。集まってきたな、この野郎。ねえ、ジョージャクさん、大手だよね。
80万稼いだら十分大手でしょ。じゃあ何、俺より収入多いのお前ら、なあ、俺より収入多いのかよ、なあ、80万稼いだことあんの、一回でも80万稼い、あ、聞いてきたね、一回でもあんの、80万稼いだこと。あら、プル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 震えてんだろ、なあ、グーの音も出ないか。今日は勝ったな。今日は勝ち。ワードウィン。お前もすっかり影が薄くなって飯がうまいよ。どこが影が薄くなってんの？うん。やっぱね、結果が出ちゃうとこうやってね。税金大変だね。大変じゃないよ。経費で落としてるから。ちゃんと申告してますから。経費で落ちるもんは落ちますから。余裕です。スーパーミ、キバミ、キバマしてんじゃねえぞ。中古だよ、これ。リスナーさんからもらったんだよ。それはアンチコメントじゃないだろ。いや、これ勝ったね。年収1500万だから圧倒的に負けてるわ、ワドウに。あ、まあ、鉄マンの方が稼いでるけど。結果がすべて。あ、ありがとうございます、モツさん。アイテムありがとう。アイテムありがとう。うん。あの頃のお前はコメントなんか選んでなかっただろうがよ。まあ、少なかったからな。今はコメントたくさん来るから、だからもう立場が変わったのよ。違うの、スタイルを変えたんじゃないの。コメントの量が多くなったからコメント選べるようになっただけ。うん。影と頭皮が薄くなってる。じゃあ誰が影濃いの。俺より影濃いやつ連れてこいよ。じゃあブロック解放だね。うん、全部読むよ。はい、こんばんは。うんちゃんまいらっしゃい。なんだったら凸かけてきてもいいよ。直接俺に言いたいこと言えるやつがいるんならね。全然いいですよ。直接電話対決でもいいですよ。ああすぐ集まってくるな。だってさ、ブロックしてまだ15分も経ってないわけじゃん。ブロック解除して5分でこの集まりやばくない？閲覧50だったのが、150人きれいにアンチ集まってきたよ。さっきのおばさんはじゃねえよ。のんちゃんだよ。彼女だよ。そのうち誰か上がる。もう全然いいよ。はい、宮さんいらっしゃい。なんで年中黒、他に服ないのか。これ20着持ってんの。俺は同じ服いっぱい持ってんのよ。20着持ってる。うん。お前声震えて喋れないだろ。森ぶっ殺すのさんいらっしゃい。いや、喋れてるでしょ、全然。全然喋れてるでしょ、さっきから。うん。はい、ありがとう、みっこさん。アイテムありがとう。うん。ベテラン配信者の意地を見せる機会、大人げないぞ。大人げないよ、俺は。うん。ちゃんと税金調べてもらいましょう。うん、別にどうぞ。馬面も喧嘩とつまちしよったで。いや、全然だから誰からのとつでも受けるよ。ミュウツーでも何でも俺は かけてくんだったら別にかかってこいよって感じだから。うん。ただ、ミュウツーに負ける気はないけどね、俺は。全然ないけどね。負けたことも一回もないし。今のお前に足りないものはニコ生に全部あるよ。だって今のニコ生閲覧はないじゃん。閲覧集まんないでしょ。ニコ生自体がダメじゃん、正直。うん。アンチはコメントしなきゃ勢いなくなるからね、上がってこれるから。無理だろうね。無理ですよ。うん。インターネットの中で、その、わちゃわちゃ騒ぐことしかできないから。この子たちも。お前の生まれたところはどこだよ。成田っすね。千葉県成田市です。はい。成田シティ。千葉県で一番成功者が集まる町、成田シティです。成田です。うん、成田でございます。のりこは俺がいただく。それはやめて。俺の大事なのんちゃんだから。俺のやっと見つけた大切な大切な彼女だから、俺ののんちゃんに手出すのだけはやめて。うん、ねえのんちゃん。うん、のんちゃんはね、俺の女だから。YouTube ライブはすごいな、広告もつくし。この前1万6000円もらったよ、一枠で。リスナーさんから。リスナーさんから1万6000円もらった。うん。違うよ、俺別にのんちゃんを使ってミュウツーを、のんちゃんに殴れって言ったわけじゃないからね。なんか誤解してるけど。なんか誤解してるけど、のんちゃんを殴らせたみたいになってるでしょ、俺。
あ、それだけは、あの、誤解がないように言っとくけど、あの、そんな卑怯なまでしてねえから、俺。それはやってません。それはやってないです。はい。断固してないです。暇ダックさんいらっしゃい。うん。だから、羨ましいんだよ、もう。人気もあるでしょ？閲覧もあるでしょ？周りからチヤホヤされるでしょ？花火上がるでしょ？金は持ってるでしょ？女は可愛いでしょ？好きなことやって生活してるでしょ？勝てる要素ないんだもん。勝てる要素ある俺に。収入でも負ける。ありがとう。イアンソープランドさん、花火ありがとう。うん。のんちゃんのパンチの方が強いじゃんが。のんちゃんはハードパンチャーだよ。自分で拳折っちゃうぐらいだからね。うん。それはやってない。他はやってるのか。それはやってないんじゃなくて、アップルさん。違うのよ。だってさ、なんつうの？自分の彼女使って、やると思う？そんな卑怯な真似。してないっす。そんなことは。それ約束します。僕はのんちゃんを利用したことは一回もありません。ないです。リクさんいらっしゃい。ないです。保証します、僕が。ありません。ありません。のりこを利用したことは一回もありません。一言言いて、アンチ今でしょ、盛り上げてくれ。神に愛されたリスナーありがとうね。ガラスのメンタルと鋼の拳、のりこ。お、サクトラいらっしゃい。のりこもあんたもダサい。サクトラじゃあ、トツカ上がってこいよ。言いたいことあんだろ。直接言えよ、サクトラ。言えよ、お前上がってこいよ。直接来いよな。ダサいっつうなの。よっぽどかっこいい生き方してんだろ。おめえの方がダセえだろ。はい、こんばんは。エリンちゃん、こんばんは。お前調子乗ってるでやっちまうからな。止めることもしなかったし、止めたよ、止めたよ。はい、ナウシカさんいらっしゃい、久しぶり。ナウシカさんいらっしゃい。うん。ナウシカさん、いらっしゃい。ぶっ飛ばすぞ、カフって。ぶっ飛ばすぞ、カフって言う。上がる価値ないし、メリットない。じゃ、何しに来たの？ぶっ飛ばすぞ、カス、リュウさん。さあ、まだ弱い。アンチはここからどう切り抜けるのか。うん。今後の展開に期待したい。お前勘違いするなよ。250人のうち240人はアンチだからな。いやいや、もっといるわ。もっといるわ、正直。もっといます。もっといます。初見さんいらっしゃい、ミクルさん。楽しんでてください。お前ゴミ。ゴミですよ。はい。僕はゴミです。じゃあなんでまだ早いって言ったの？誰に対して？うん、パルちゃんいらっしゃい。どういうこと？どういうこと？うん、ちょっと面白かったね。止めるふりして撮影。俺撮影しないよ。俺は。260人中255人はち。あのね、それは言い過ぎ。あのね、正直な数字言うなら、270人中200人ぐらいアンチだと思う。多分、リアルな統計を、あ、じゃあアンケート取る？久しぶり、ゆうやさん。アンケート取る、じゃあ。うん。アンケート取ります？俺がなんでサクッとの監視なんかするわけねえじゃん。じゃあ、俺の囲いかアンチかどれくらいか取る？アンケート。アンケート取る？アンケート。お前リアルにやっちまっていい。ダメでしょ。ダメでしょ。ダメすぎるでしょ。前科3班の和藤さん、久しぶりです。セウスさんいらっしゃい。かそってるからブロック解除したんだよ。モンスターを解き放ったんだよ、モンスターを。出た出た詐欺。金属、金一族の集いさんいらっしゃい、うん。すごいな、やっぱり。和藤アンチは結束力半端ないな。300人のブロック解除。2週間でためにためた300人のブロック解除するとこういう現象になるね。いや、過疎ではないでしょ、俺。アベレージ200は叩き出してたんだから。うん。竹丸さんいらっしゃい。うん。いや、男前だよ。いや、だからアンチコメントもトツも全部受けるよ。うん。なんならアンケート取っていいよ。和道のこと好きですか嫌いですかで、ね、アンケート取るか、じゃあ。和道のこと好きですか嫌いですかで、ね、アンケート取ります。よっしゃ、じゃあ結果出そう。ちょっと待って。クイックアンケートじゃなくて、通常アンケートか。いくよ。ワドウのこと、
じゃあ好きか嫌いかでいい？好きか嫌いかでいくよ。和道のこと好きですか嫌いですか、出題します。はい、和道のこと好きですか嫌いですか、出題します。はい、また生ポに戻ると思う。それはない、生活保護に戻ることはない。うん、リスワンの1万円が欲しくて解除でしょ。お金に困ってません、僕は。僕はお金にそんなに困ってません。はい、困ってないです。興味がないなら見に来ないでしょ。じゃあなんで枠に見に来たの。興味がないなら見に来ないでしょ。引退詐欺でリスワン取れないのは爆笑したわ。だって俺リスワン狙ってないもん。引退詐欺じゃないし、そもそも、うん、そもそも引退詐欺じゃないし、うん、和道さんはまだ好き側、青山大嫌い、バエ光る荒野どれは好き。あー、なるほど。え、なんでテル嫌いなんだろう。良い方に入れてやったぞ。小林さんありがとうございます。ふわふわさん風船10個ありがとう。マンスリー77位。何マンスリー、何マンスリー77位っつっても、別に俺はっきり言うけど、ネタってないんだよ。リスナーさんに花火上げてくださいって一言も言わないんだよ。マンスリー77位だよ。はっきり言うぜ。俺がすいません、ほんとすいません、リスナーさん今月苦しいっす、花火100発ください、お願いします、バンバン上がるよ。マジな話するとバンバン上がるよ、間違いなくバンバン上がるよ。アンケート開封、まあ、アンケート200いったら開封すっか。じゃあバンバン上がるでしょ、うん、いや上がります。あえてやってないの。和道の頭の弱さ離れてよく分かったわ。お前に言われたくねえわ、お前に言われたくねえわ。花火くださいって言わずにもらうとか一流な。あ、エルヨさんありがとうございます。それはない。いやだって実際それで上がってるから。200いったら回答数あと40人だから、和道が好きか嫌いか開封したら、じゃあやりましょうよ、結果見ましょうよ。言っただろ、300人のうち200人、250人はアンチだって。うん、結果出そうぜ、結果、なあ勝負しようぜ。じゃあなあ、うん、かかってこいよ、なあ、おい、ああ悪魔を解き放ったからね。宇宙の果てからさんはどつ、今日ダマちゃんの配信めっちゃ荒れてた。なんかあったの、なんかあったの、うん、200いったら開封するよ。200いったら、200いったら開封しようぜ。よりめ時代を思い出すな。よりめ時代じゃない、ニコ生時代を思い出すな。あと10人で開封するよ。じゃあアンケート、和道が好きか嫌いか、うん、金杯別れる言って最後にキスして台本だった。あー、嫌われる才能あるよ。違う、知名度なんだよ、知名度。目が引いちゃって泳いでるぞ。泳いでねえわ、メガネ外してるから見えねえんだよ。なかなかの回答率。はい、セフィー信号いらっしゃい、お任せ。手をフリフリしてみて、はい、うん、え、サクッとなって32歳だったの、ごめん、俺40ぐらいだと思ってたわ、ほんとごめん。サクッとなって32だったの、同い年だったの、ごめん、俺40だと思ってたわ。あ、アンチから着信来た、電話出ますか。アンチから電話かかってきましたよ。うん、うん、かかってきたよ。トツ来るかもしんないわ、トツが、トツが来るかもしんないわ。いや出るよ、かかってきたら出るよ、かかってきたら出るよ、うん、あ、200超えたんだ。アンケートの結果出します、アンケートの結果出します。うん、かかってきちゃった。もしもし、もしもし、もしもし、
もしもし。台風ですか？どうしたんですか？どういう状況ですか？もしもし？台風ですか？何突ですか？しっかりしろよ。盛り上げるならしっかりしてくれよ。一発目でこれはねえだろ。これはさすがにアンチも失望するだろ。これはねえだろ、いくらなんでも。ちょっと待って。今一番大事なところだろ。鼻息って。鼻息は古いわ。あ、電話かかってきましたね。もしもし？あ、どうも。もしもし？何？もしもし。もしもし？ちょっと一つ聞きたいんだけど、和藤さん、この間、引退がどうのこうのっていう枠やっとったね。やってましたね。んで、わしは和藤さんとはガチの、やっぱり付き合いをしたいと思って、で、その時にコメントしたんですよ。なんてコメントしたんですか？本当に引退するんですかって。ああ、本当に引退してるんですか？どするんですかと。う？そしたら、いや、本当ですと。そういうふうにあったんで、まあ、腹割って付き合いをね、したいと思った人が、やっぱりそこでね、本当ですと言って、その後ね、まあ、配信やってると。これどういうことなんだと。それちょっと聞きたいなと思ってね。撮ってさせてもらったんですわ。やっぱり、フェニックスですね。フェニックス。いフェニックスですね。や、フェニックスって何ですか？死んで蘇る。いや、ね、バドさん。はい。これ誰からかかってきてるか分かるでしょ？宮城だけど。わかります、わかります。どうも。どうも。お疲れさんっす。お疲れ様です。で、和藤さん、お疲れさんっす。この間ね、僕ガチでコメントして、和藤さん、はい、引退しますと。そうやって言って、その後ね、まあ、配信されてると。で、その後僕ちょっとずっと連絡があったね、和藤さんに。撮ってないですね、あれから。ね、で、この間、リスワの時にありがとうございましたっていうのだけはコメントさせてもらう、LINE 打たせてもらっLINE 来て、ましたね、その時。はい。特で、にそれぶ別りじゃなに、いですか、今回。そうですね、それぶりっすね。それぶりっだからす自分のね。腹の中にね、それがあったんですよ。なるほど、なるほね、リアルでもお会いさせていただいてる和藤さんがね、僕にまでね、そういうふうにねと、ネタで引っかき回したんかっていうところで、ちょっとそれどういうことかなと思ってなるほ聞きたいど。んですよ。ネタかどうかっていうか、まあ、引退をして復活をしたっていう感じですね。なるほど。はあ。引退をして、そういうことですね。そういうことですね。引退を経て、満を持して、復活を果たして。なるほど。そうですね。じゃあ、その時は、じゃあ、本当にやめたいと。まあまあ、本当にやめようまあ、と思いましたね。腹くくってもやめようと思ったっていうことですそうね。ですね。あと、若干 ちょっとこれ、面白かったことなんですけど、本気で引退しようと思ったんですよ。で、ほうほうほう、どうしてですか？まあまあ、それはいろいろあったんですけど、まあ、引退をした時は引退枠で話した通りなんですよ。あ、もういいわ、みたいな感じで。で、あの時話したと。で、その時に、運営さんからメールが来て、リスワン1位だったんですよ。で、リスワン1位でそのまま辞めちゃおうと思ったら、運営さんから、リスワンにふさわしくないタイトルですって。リス、そう。結局、違う、どう思います？和解路で終わったってことね。違う、ちょっと待って待って。だって、リスワンにふさわしくない放送タイトルでしたのでって言われて、リスワンにふさわしくない放送タイトルってなんだよってなりません？ということは、すなわち、リスワンにふさわしくないタイトルということは、運営は引退を認めないってこそうと？いうこと。公式で。どうし運営さんから公式で、
お前引退なんかさせねえよっていうことを。俺、だってさ、うん、引退で、引退枠でリスワン取った人いっぱいいるじゃないですか。いっぱいいますよね。うんうん、俺、正式にふわっちからメール来たんですよ。あの、運営のお知らせから。リスワンのタイトルにふさわしくないので、って、引退枠はダメですっつって、で、モノモースって言って枠を開いたんですよ。これどうなのっていう。ということは、僕がイラッとしてた、うん、あの枠からの10日間っていうのは、僕ただの大馬鹿野郎だったってことで。いやいや。そうなんじゃない、うん、あ、そうだ、僕ガチで思ったからさ。そしたら、ワード君本当にシュンとしてやってたからさ、うん、あ、終わっちゃった、終わるんだと思ってさ。はい、次の日さ、やってるじゃんね。やってますね。もうガチで俺カチンと来てさ、何これって。で、俺ずっと枠にも行かなかったし、連絡もしなかったの。はい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 、で、俺も今日ね、とつまちやってたから、この間はね、はい、ありがとうございましたっていうね、はい、あの、LINE だけで、はい、社交辞令でね。はい、うん、いやいやいや、で、これ、全然、あれ。ぶっちゃけもっと本音で言わせてもらったら、うん、全然ね、ごめんね、ワード君。いいっすよ、いいっすよ。ワード君来てほしかったの、俺の誕生日の時。でも俺、あの件でカチンと来てたから。あ、結構マジ切れだったんだ。いや、違う、俺ね。マジ切れだよ。違う、俺ね、結構ね、テルとかもいるし、みんな呼ばれてんのに、うん、あれ俺呼ばれてねえなと思って。いや、だからガチだからだよ。ガチで切れてたんだ。ガチで切れてて、今日、ちょうどええわと。あ、そう言ったろうと。こうやったら俺も、うん、これ、うん、この機会に言わんと、自分の腹を収まらんがいと。はい、で、本で言ったんや。なるほど。何やそれ。なるほど。すいません。ご迷惑おかけしました。ちなみにですね、あの、ふわっちからのお付き合いじゃないですか、はい、宮城さんと。確かにそうですね。はい。あの、ニコ生でもう、はい、僕、10回以上やってます、引退。ふざけんなよ、ほんとね。俺は、はい、俺はワド君知ってるでしょ、俺何でもガチで受ける。わかるわかる。ガチの人だよね。だから俺、ワド君の枠にも行かなかったし、うん、誕生日の時もちょっと腹イラ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 イしながら、うんうん、俺はなんかワド君がね、うんうん、あの俺のリスワンかどうかで、ね、まあ、気使って、もう動くから枠開かないよって言ってるよっていうのを、うん、ワドさんのガチリスナーさんから僕のところ NG ワードで飛んできたんだよ。うん、いや、でも別にそのリスワンとかそういうのはないですよ。普通に、うん、あの日は宮部さん絶対勝つだろうなっていうの分かってたんで、あの譲ったとかそういう変なのじゃないですよ、うん、別に。いやいや、あの日は取るつもりだった、うん、だからまあね、うん、陰ながらお祝いしてくれてんだなっていう気持ちもあって、あ、もでも許せねえなっていう気持ちもあって、はい、名古屋にこれ持ち帰ってきて、おちょうどええわいと、うん、アンチじゃねえけどと、俺も言いたいことあるわいと。なるほど。そしたら何のことはないと。何のことはない。まあそこ結局結論としてはね、運営さんがね、はい、そう、うん、ふざけんなっていう結末に迎えたと。そうですね。運営さんに直々にふさわしくないタイトルっていうことはやめるなってことだっていうことで。なるほど。ああ、なるほどね。そういうこと。いや、俺これ納得できなかったらさ、俺さ、今酒飲んでて、ちょっとしか飲んでないんだけどね、まだ一杯しか。はい。俺夜行バスで行こうかなと思って、今から。乗り込んで。バール持って。乗り込んでやろうかなと思った。家の前から俺はもう LINE 電話しようかなと思ったぐらいだった、はいはい。でも最強の僕の家にはのんちゃんがいるんで。あのミューズ、あ、やばいね、それ一番やばい、やばいですよ、もう左の拳がまだ生きてますんで、のんちゃんはガーディアンがいる、それやばいね、ガーディアンがいるんで、はい、それ一番やばいやつ、ね、はい、あ、いや、すいませんでした、あの、なんかとんでもないです、そんな感じになって、来年の誕生日パーティーは僕のもやもやが必ず、いえ違います、え、何、11月の10日に関東来ますんで、あ、本当ですか、何やるんですか、11月の10日、10日もう1回目ごりで、11日が、はいはい、あの、すいません、番宣みたいなのつって、11日がフットサルです。ああ、やべえ、俺フットサル呼ばれてねえ。うそ、俺1回、2回だけど、俺呼ばれてないから、多分干されてますよ。前回ほら、ミュウツーと揉めちゃったから。うん。声かかってない。ちょっとチャンピンに聞いときます、そこは。いや、多分ね、本当のリアル NG だと思う。あいつがいると揉めるから、つって。あれ、結構ね、新やつ怒ってた。だからね、多分一番ダメなやつじゃん、そう、リアル NG だと思う、俺多分干されたフットサルは、呼ばれてないもん、俺みたいなやつが呼ばれかかってんのに、うん、ワド君がもう多分出れないんだと思う、あいつ呼ぶと、それ一番ダメなやつじゃん、そうです、そうです、うん、そうっすか、ダメなやつ、わかりました、了解っす、はい、まあこれからもあの仲良くして、今日あの、はい、絶対リストラン取ってください、ああ、ありがとうございます、頑張ります、はい、お願いします、はい、ありがとうございました、すいませんでした、はい、リスナーさんもすいませんでした、失礼します、失礼します、失礼します、ちょっと待って、俺マジで干されたかもしれないんだけど、俺ガチで干されてない、あの深夜庁に呼ばれてないもん、あ、多分俺リアル NG 食らってるな、フットサルなんだよ、慣れ合いしてろってこの野郎、何なんだよ、うるせえよこの野郎、文句あんのかよ。
しょうもねえな、しょうもねえわ、お前と絡んで得ないだろ。さあ絡んさ、なんで絡んできてんの。さあ、あーじゃねえよ、文句あるの。いや俺はリスナーさんに対しては何もないよ、何もないよ、うん、お前好きな配信者誰もいねえわ。でで、で、なんなの、で、なんなの。あ、じゃあアンケートの結果開封するか。約250人がワドを好きか嫌いか。250人、あ、回答数250人、回答するよ。じゃあいくよ、いくよ、5 4 3 2 1、ドン。俺の勝ちじゃないこれ、正直。ワードのこと好きですか嫌いですかって、俺の勝ちでしょこれ。だって250人のうちの3割だから約150人ぐらい俺のこと好きなんだよね。150人ぐらい俺のこと好きなわけじゃん。俺の勝ちでいいでしょこれ。違う、これ俺の圧勝でしょ。いや俺の勝ちでしょ、どう考えてもどう考えても俺の勝ちでしょ。だってワドを好きな人150人ぐらいいるんだよ、うん、いやだからプロたるゆえんはここなんだよ。プロ配信者たるゆえんはここなんだよ。圧倒的実力。エリちゃんハートありがとう。圧倒的実力、カリスマ、カリスマ、カリスマ YouTuber 光る。計算おかしくないでしょ、うん、計算全然おかしくないでしょ、うん、だって3割は好きなんだよ俺のこと。どっちかっていうとガチで嫌い。何が嫌いなの。じゃあ嫌いな理由を書いて、嫌いな理由を具体的に書いてみて。じゃあ具体的に、具体的に書いてよ。じゃあ具体的に嫌いなところ、本気のやつ。じゃあ本気で嫌いなやつは本気でどこが嫌いなのか書こうよ。さあ再アンケは意味ないでしょ、どこが嫌いなの。分かんない。でも好感度は常に上がり続けるわけだから、この瞬間も好感度がもうこの枠を終わる頃には6割が俺のこと好きになってるからね。首輪っていうか、まあ、ネックレスは普通にかっこいいでしょ。ネックレスは身体的な理由なの。切れやすいところ、税金払ってない、何それ、本物の詐欺師だから。かっこいいです、ありがとうございます。彼女いる時点で君の価値だ。だろ、そこだよ。だから俺のこと羨ましいんだよ多分。女はいるっていう、圧倒的にそう、彼女がいるっていう時点で俺の勝ちなんだよ。上から目線で話してないよ、ちゃんみゆ。全然話してないよ。普通にやってるよ、俺。普通に話してるよ。ないやん。言うか。英語で書いたかるけど、過度に意味を履き違えてるところ。お前のリスナーやめた瞬間、お前の良さ何もわからなくなった。よくわかんないんだけど、言ってることが。女がいる、あれは化け物。彼女47歳ですね。いや勝ってるでしょ。じゃあ彼女いんの、お気楽さんには彼女いるの、彼女いるの。ババアに優しいリスワントレ、はい。詐欺できる頭脳を逆に教えて。詐欺できる頭脳って俺あれだからね、主犯じゃないからね。まず大前提として、わかんない、ある層はわかるんですよ。和道さんは、その一人にハマる人、今の若い人には理解できない。あー、エリちゃんありがとう。うん。さ、あのさ、サクッとらさ、化け物同士とか言ってるけどさ、お前相当顔に自信あるんだろ。のんちゃんより美人なのお前は、サクッとら。じゃあ言うけど。のんちゃんより可愛い自信あるのお前。うん。
俺は主犯じゃない、俺は主犯じゃないっていう話じゃないよ、うん、47歳って大体どんな感じですか。いや可愛いでしょ、のんちゃん面白いやん、こんな感じ欲しいもんねえ鉄馬ね。そうだよね、ハンドガンでテンパってたテンパってたっつうか、買ってプレゼントしてその場で壊されたら嫌でしょやっぱり、うん、いや突で顔見せろって話になってくるでしょ、なるでしょ、うん、サクッとらブスって言われちゃってんじゃん、うん、主犯だろうがなんだろうが詐欺罪で捕まったらどうだい。違う、だからそういう意味じゃないよ。モンスターハンターはどう、サクッとら草生える、そろそろ佐野化してきたところ、うん、大したアンチないな、ダメだね、本当にスマートですよ、頭の回転早いし間違ったことは一度も言ってない、俺別に普通に淡々と語ってるだけだと思うけどね、うん、いやサクッとらがのんちゃんのことブスって言うんだったら のんちゃんより可愛いんでしょサクッとら、うん、だったら顔さらせよ、うん、生で見たことないカスにブスって言われる筋合いね、お前が言い出したんだよのんちゃんのことブスって。じゃあお前客観的に判断してもらえばいいじゃん、枠に上がってきて写真でも何でもメール送ってこいよ、俺がだ画面に出してのんちゃんが可愛いかサクッとらが可愛いかアンケート取ってやるよ、うん、それどうなんだよ、自分よりお前自信あるんだろブスっていうことは、毛深いところはチャーミングポイントでしょどう考えても。のんちゃんは47だっつうの、51じゃねえわ、うん、サクッとらだからブーメランでしょ、完全にブーメランでしょ、うん、いやだから人の顔のことをディスると自分に返ってくるよ、生ポには戻んねえわ、生ポに戻るわけねえだろ、生ポに戻んねえわ、普通が通用しない世の中、和道さんは普通のことしか言ってない、そこに突っ込んでくる人が意味不明、ありがとうエリちゃん、でかい一本グソが便器に引っかかって流れねえ、それここで書く枠じゃねえよ、ここで書くコメントじゃねえよ、目が死んでる、ブロックでして逃げてるヘタレ、だって気に入らない人間はブロックするでしょ普通に、ああ寄り目ハゲの脇側、俺なら生きてく自信ない、いやまあ普通に生きてるけど、のんちゃん生ポもらってそう、のんちゃんが生ポもらってると思ってんの、ブロック祭り、いやだからいいよ、いや今は読むからもう全部だから、アンチがいかに低能か、俺がいかに正しいかを証明してこの枠を持って締めとするから、電車賃ください、何の話、うん、支援者もブロック、支援者もブロックじゃないよ、アンチコメント書く人はブロック入れるでしょ、そりゃ花火投げてようがなんだろうが、早よブロックしてこいや、ヘタレじゃなくてさっきの顔の問題、早く写メ送ってこいよ、待ってるんだけど俺、うん、のんちゃんよりも可愛いんだろな、早く写メ送ってこいよ、さらし、うん、エリちゃんハートありがとう、ハートありがとうな、あお前に送る義務ないだろ、うん、好きなんて建前、何今度は俺の恋愛観に口出すの、お前さサクッとのさ、俺に相手にされなかったからってやっかむのやめてくんない、俺に相手にされなくなったからってやっかむのやめてくんない、うん、もう一番恥ずかしいやつだよそれ、一番恥ずかしいやつだよ、サクッとらって対岸から文句言うことしかできないんでしょ、うん、いやアンチ祭りだよ、うん、ダメでしょ、うん、豊田議員の旦那のハゲまたブロックするってさ、旅団メンバーをディスるのは、俺メンバーディスってねえよシンさん、俺旅団メンバーなんかディスってねえよ、だからソースを出して言えよ、旅団メンバーをいつディスったの俺が、贅沢人いらっしゃい、まあ、タイトルが祭りだよ、新八丁と偉いじゃん、お前新八丁にずっとブロックされてたじゃないか、もう大丈夫、サクッとはコメントしてる時点で和道に時間費やしてる時点で負けだから、正解だから、のんちゃんは47だから、うん、生ポと金目当てってどういうこと、
うん、頭も悪いしブサイクやし歌下手やし、じゃあなんでお前は見てたの俺の放送を。和道面白い、和道面白いって全然意味わかんないんだけど、病気だろ病気。じゃあトツかけてこいよお前サクトラなあ、直接言えよお前、俺の LINE 知ってるんだから。ああ和道枠最近してませんがじゃねえよ、そんな話してねえよ、直接来いよ言いたいことあんなら。で顔も晒せよ、のんちゃんより相当美人なんだろ、言いたいことあんだったら LINE してんだからかけてこいよお前、全部聞いてやるよ、うん、なあどんだけ強いか聞きたくない、どんだけ強いか。ああうん、毎日一日中放送張り付いてて、お前働いてんの、お前働いてんの、まず働けよなあ、働け、うん、いやトツシ行ってこいよな本当に。お前も目死んでるやん、お前和道と一緒に住んだじゃん、俺働いてるから俺働いてるから、俺プロだから、俺プロ配信者だよ、働いてるから、うん、俺プロ配信者だから、そう、これでずーっと1年間食ってきたんです、うんうん、サクッとらってアンチでした、よくアイテム投げてたよな、もう知らないよ、うん、もうサクッとらに聞いてよ、だからもう直接話すんだったら話すから俺、うん、だからのんちゃんのことをブスって言うんだったら、お前は自分の顔晒せっつってんの、ツイッターでもなんでもキャプってやるから、客観的な意見見せてやるから。あ、ライパツさんいらっしゃい、久しぶり。そう、ワドだよワド、うん、生ポで食ってねえだろ、配信で食ってきたの、生ポはもうとっくに抜けてるわ俺、うん、うん、お前の閲覧でその言葉がドン引く、そんなこと言わなきゃいいやつだ女、え、俺に言ってんの？はい、猫こんばんは。前科ある人と直接会うのは危険。絡むのもほどほどにした方がいいよ。まあ、それは一理あるの。それは一理あるな。それは一理あると思うよ。もともと生ポだよ、俺。うん。もともと生ポだよ。隠してないよ、全然。うん。最近花火上がってないけど、生活やばいんじゃね？いや、花火上がってるよ。この枠でも上がってます、花火上がってます、うん、周りに迷惑かけてないよ、うんうん、いや別にブロックするよ俺全然、うん、のりこが51歳っていう設定どっから持ってきてんの、47だから、うん、おめえだって32にもなって結婚できてねえだろうがよ、お前人のこと言えんのかよ、おめえなんか彼氏もいねえし、32でお前結婚してねえじゃねえかよ。お前全部ブーメランだぞ。お前全部ブーメランだぞ。お前だって32でお前彼氏もいなければ仕事もしてないし働いてもいねえしよ。お前も結婚してねえじゃねえか。お前全部ブーメランだよ。全部自分に返ってきてんだろ。うん。ゆうたろういらっしゃい。お疲れ。あ、 ありがとう、ブスさん。ありがとうございます。うん。うん、のんちゃん、サクッとらがなんか言ってるよ。言いたいことは言ってあげて。ちょっと来て、のんちゃん。めんどくさいよ。うん、こいつ、生きがってるから。うん。ブスなのに？え？ブスなのに？いや、のんちゃんのことブスって言ってるけど、俺、サクッとらの顔知ってるじゃん。俺ものんちゃんも。うん、よくさ、のんちゃんのことブスって言えるなっていう。サクッとらはやばいよね。いや、俺結構すごいなって思うよ。よく言えるよね、うん、あの顔でね、うん、やっべえ顔で、うん、ミュウツーにビビってねえわ、うん、ミュウツーにビビってねえわ、うん、のんちゃん怒らせるとやばいぞ。だから顔さらせっつうの、逃げんなよ、逃げるなよ、うん、人の顔ディスるんだったら逃げるなよな、顔で勝負しろよ、うん、
ブスって言い始めたのサクッとらだかんな。お疲れ様です、アジェンさん。潜っててもいいですよ。ジョーさんいらっしゃい。ミュウツーに負けるって何で負けんの？俺ミュウツーに負けたことなんか一回もないんだけど。ミュウツーに負けるって何？俺がどの要素で負けんの？教えて。ミュウツーにどの要素で負けんの？俺が。すげえな、こいつ。頭湧いてんな、ほんとに。サクッとらのさ。え？サクッとらの顔面はもう、壊死してるからね。いや、もうあのね、サクッとらが顔面いじりしてくるのは、俺結構リアルに引いてるんだよね。自分の顔によっぽど自信あるんだろうね。あれで可愛いと思ったの、病気だよね。やばいだろ。やばいね。エリちゃんありがとう。のんちゃん VS ワドツ。のんちゃん VS ワドツ、のんちゃんの勝ち。ミュウツーから逃げるの？いや、だから逃げてないでしょ、一回も。ハンドガンは、これ買った。PX4、ベレッタ。伊達男でしょ。イタリア製の銃です。これで、僕のサブウェポンですね。サブウェポンです。ワドをこれ見てツイッター、 ありがとう。だからツイッターね、本人が晒してるもんね。新野町にも嫌われてんじゃねえか。新野町ガチで嫌いだからね。配信者に嫌われまくってんだよ。いや、まあ嫌われてんだろうね。行くとこないじゃん、どこ行ってんの。和道は好きじゃないけど、和道にくっついてたババアのサクッとらってやつが一番無理。ああ、まあね、痛いよね。弱いやつほど銃持つからサバゲーなの。弱いやつほど銃持つってサバイバルゲームをやってるので、あのね、喧嘩で使うとかそういう話じゃないの。ギャング映画とかの話じゃないの。サバイバルゲームは銃持ってないと参加できないの。それアンチコメになってないから。メインの銃は P90 でサブウェポンがこっちだね。弱いやつほど、お前さ、サバゲーにやりますっていう企画をやってて、弱いやつほど銃持つっていうのは言いがかりだろ、どう考えても。どう考えても言いがかりだろ、それは。おかしいだろ。いや、前科3番本当だよ。前科3番本当だよ。じゃあ、のんちゃんとサクッとらだったら、どっちが美人だと冷静に考えて思うか聞こうよ。どっちだと思う？サクッとらが煽ったんだからね、のんちゃんのこと、お前ブスって。俺から言い出したわけじゃないよ。客観的な意見聞こうよ。サクッとらとのんちゃん、どっちが可愛いですか？どっちが可愛いですか？アンケート取る？いや、アンケートはいいや、めんどくさいから。まあ、結果見えてるからいいわ。どっちもブスとか選択肢ねえわ。お前、人の彼女に失礼だろ。どっちも美人じゃねえから、のんちゃんは俺美人だと思うよ。のんちゃんはめちゃめちゃ美人だと思うよ。初見さんいらっしゃい。楽しんでてください。いや、のんちゃんは普通に可愛いでしょ。街で歩いてたら可愛い部類でしょ。ねえ、のんちゃん可愛いよね。普通に可愛いでしょ。メクソ鼻クソ。メクソ鼻クソってなんだよ。メクソ鼻クソ。サクッとらの声がさ、きついよ。もうドブ声だよ。きついよね。ドブ声もいいってことだよ。いろいろきついよ。いろいろきついわ。正直言って、サクッとらがリスナーじゃなくなって俺結構嬉しかったからね。俺正直サクッとらがリスナーやめて結構
いい感じになったから、リスナーやめてくれてありがとう。おい、佐野がリスワン狙ってんぞ。ドブズキッチンが来た。おい、ワドよ。お前にリスワンなんか取らせねえよ。おい、バカが。つってんだろうね、多分ね。二流かよ、おい。ともきゅん頑張ってんだ、今。うん、いや、ともきゅんが取ってくれたら俺は別に何の問題もないけど、うん、全然 OK ですよ、ともきゅん。ともきゅん強いから、うん、ドブズキッチンさん報告ありがとうございます。あの、もしよかったらドブズキッチンさん援護射撃お願いします。ともきゅん1万円にし、ともきゅんマンスリーランキングどれくらいなんだろうね。だって結構稼いでるでしょ、3万は。俺、うなちゃんマンブロックされてるか分かんないんだよ。うん、ありがとうございます、サシさん。お前以上に佐野が嫌いだから来てやった。ありがとうございます。うん、穴さえあればいける。いや、のんちゃんめちゃめちゃスタイルいいからね。のんちゃんめちゃめちゃスタイルいいからね。綾波レイだから。うん、アニメみたいなボディーだから。のんちゃんのボディはやばいからね。サクッとら豚だからね、豚。初見さんいらっしゃい。豚の飛ぶような妖怪ブスだ。聞いてるだけでサクッとらは嫉妬してるの全くわからん。いや、わかんない。もともと俺のリスナーだったんだけど、なんか急になんかガチアンチになって。意味がわかんないの。ディス放送とかやってて。はい、姉ちゃんまた2。お疲れっす。姉ちゃんいらっしゃい。何なの本当に、うん、URL 開いたら端末がフリーズしたとか言ってサーバー落ちてるすごいな、 URL 開いたらパソコンがバグったっていう、うん、なんて言った今、え、ごめんごめん、な会話が流れてるから、うん、顔は椿鬼奴だから無理。のんちゃん別に椿鬼奴系じゃないでしょ。話が全く見えません。すいません、しゅんごさんいらっしゃい。ありがとうございます。待ってる時点で気持ち悪い、ストーカーすぎるからやめなよ。うん。のんちゃん、のんちゃん普通に美人だからね。のんちゃん、あの、若い頃の写真見せていい？のんちゃん普通に、だからサクッとらと同い年ぐらいでしょ、あれ。サクッとらと同い年の頃の写真見せようか、じゃあ。のんちゃんの封印解くか。のんちゃんが32歳の頃の写真見せてやるわ。見たい人手挙げ。のんちゃんの32歳、要はサクッとらと同い年の頃の写真。のんちゃんは37でもう勝ってるんだから。だって俺がサクッとらと付き合ってなくてのんちゃんと付き合ってるってことはそういうことでしょ、少なくとも俺の価値観で言ったら。なんで俺サクッとらにグダグダ言われないといけないのか全然意味がわかんないんだけど、うん、相手にされなかったからって噛みつくのやめてくれよ本当に。初見別に叩き続ければいいじゃん、相手にしないもんお前なんか、うん、別にお前になんかした覚えないでしょ、俺勝手になんか囲って勝手に叩いてるだけじゃん。だから囲うなっつったの。ちなみに今ののんちゃんこれだからね、今ののんちゃんこれだからね。ほら、もうのんちゃんキャワワですよ。のんちゃんキャワワってもうすごいからね。のんちゃんキャワワって。のんちゃんキャワワって出るから。ああ。ちょっと待って、ピンボケがすごいな。ちょっと待って、ピンボケがすごい。ほら、のんちゃんキャワワってなるでしょ。うん。のんちゃん普通に可愛いでしょ？うん、修正なんかしてねえよ。修正なんか一切してねえよ。生ののんちゃんだろ。うん、まあ、修正なんかしてねえよ。お前ふざけんなよ。のんちゃんの30歳ぐらいの頃こんな感じだよ。それこないだ撮ったやつだよ。それこないだ、これこないだ撮ったやつなの？ここで撮ったんだよ。違う、今出してるやつよ。ここで撮ったやつじゃないよ。これ若い頃だわ。え？なんでのんちゃん嘘つき始めたの？パジャマ見てごらんよ。違う違う、それ、ね、タイムラグがあるんだよ。タイムラグ？これ若い頃でしょ。
そう。あ、ちょっとピンボケがすごいね。うん。てか最初からアンジュだから、はい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 。もう病気病気病気。うん。菅野美穂系だね。菅野美穂系だよね。今ちょっと太ったかんな、のんちゃん。え、のんちゃんの勝ちでしょこれは。うん。今後ろにお化けいたよ、のんちゃんだから、うん、のんちゃんだから。画質に時代を感じる。だって15年ぐらい前の写真だからね。リアル15年前のバカチョンカメラだから、うん、いやだから俺は突受けるよ、サクッとら。だからお前かけてこいよ一回、ちゃんと聞くから、ちゃんと聞くからかけてこいよ。じゃあ普通に話すっつってんだから話せばいいじゃん、うん、なあかけてこいよ。いつからしてる？1年前、うん、1年3ヶ月ぐらい前かな。1年3ヶ月ぐらい前ですね。うん。うん。いや、のんちゃんは全然、生粋のファイターだから大丈夫だよ。じゃあ、俺に文句あんだろ、サクッとら。え、引っ越すの？姉ちゃん。どこに引っ越すの？ちょっと待って。今の流れで引っ越しの流れに持ってくるの、ちょっと無理があるでしょ。どこに引っ越すの？うん。和道リスナー自体ババアの塊、そのババアの中にお前が入ってただけだろうがよ。何なの本当に。相手にされないからやっかむのはやめてくんない本当に。お前もその一人だったんだろ。お前もそのババアの一人だったんじゃないかよ。お前自分がババアじゃねえと思ってんの ?32 で。俺もジジイだし、お前もババアだろ。なあ。俺の放送にそもそもピチピチの19歳が集まるわけねえだろ。どう考えても。バカすぎるだろ、本当に。うん、いや、マジで、トツ上がれよ、本当に。この流れで引っ越しのトークにシフトするのは無理があるわ。いくらなんでも姉ちゃん。うん、30以上しかいないからな、まず。俺だって30歳以上年齢に。別に、ねえ、ま、ねえ、お姉さん方に可愛がられてんだから、うん。引っ越しの話題はちょっと無理があるだろ、この流れで。こいつ単勝方形だから、ババアしか相手にしてくんない。いや、ババアしかっていうか、ねえ。うん、俺10代やで、男やけど。あ、ありがとね、ジョーさん。いや、サクッとら逃げるよ。サクッとらは上がる勇気ないよ。そういう卑怯なやつなんだよ。そういう卑怯なやつなの。コメントでしか言えないの。俺と直接話せないよ。なんでか教えてやろうか。俺に惚れてっから。俺に惚れてっからだよ。わかる？惚れた男に相手にされないから逆恨みする女のパティーンですよ。絶対それだよね。絶対それ。だから、のりこが羨ましくてしょうがないん。のんちゃんが羨ましくてしょうがないん。和道亭から少し離れる。え、嘘？都内からも離れんの？マジで？うん。ていうか、和道亭からっていうか、俺姉ちゃんの住所知らないからね。そもそも。うん。だから、本音で喋んないと伝わらないよ。うん。いや、もはやチキンでしょ。うん。のんちゃんの髪の毛長かった子供。え、のんちゃんの髪の毛が長かった頃の写真、うん、え、のんちゃんが美人な写真くれたの、うん、のんちゃんの自信作、うん、お前これ盛りすぎだろ、お前。お前もいい加減にしろよ。お前も大概にしろよ。なあ。盛り盛り送ってきたんだけど見たいみんな。のんちゃんがちょっと本気出してきて、本気の写メ送ってきたんだけど。のんちゃんだよ、本気のやつ見たい。ちょっとお前これは盛りすぎだろ、ババア。おい、ババア、お前もあんまり調子乗んなよ。なんで見栄を張るんだよ、お前も。見たい。のりこの本気がこれだね。髪の毛長かったって。あ、分かったよ、俺が切っちゃったからね。これのりこの本気。これが47歳のりこが限界まで、あの、誰やねんつって。これはスノーじゃないね。
のりこが限界の限界まで引っ張った乙女全開、もう女のガチバトル。もう一個も来たよ。ババアいい加減にしろよお前。もうババアいい加減にしろよ本当に。お前詐欺じゃねえかお前これ。何お前、何お前必死に加工してんだお前。お前もいい加減にしろよ。サクッとのも大概だけど、お前も大概だからな。でも持ってくるぐらいに。まあまあなるからね。そうだよね。そう。なんかのんちゃんはだから普段みんなすっぴんのを見てんのよ。のんちゃんメイクしたらこんな感じだよ。本当に。ただもう腹立つなこの腹立つ、なんかライト当ててる感じとかさ。俺この家知ってるけどここ全部ゴミ屋敷だかんね。もうそれも腹立つのよ。こののんちゃんの部屋に入ったことあるけどゴミ屋敷だからね。マスクしろっつって。のんちゃん髪の毛バッサリ切っちゃったね俺。うん、のんちゃんの本気ですこれは。のりこの全力。のりこの本気です。はい。カラコンしてつけました。いや分かったから。分かったから。もうのんちゃん分かったから。のんちゃんは今出れば、前に出れば出るほど不利になるから。そのバッ。こんぐらいのサクトラが。何？うん。こんぐらい持ったのをサクトラが出してくればいいんだよ。そうか。そうだよな。いいこれのんちゃんの中で何点なのこれ。この2枚の写真はのんちゃんの中でパーフェクトなのこれ。これが一番漏れてるやつなんだ。ちょっと面白いな。これツイッターにアップして。リツイートするわ。うん。ああ。ちょっと面白かったな。これは抱ける。うん。ありがとうございます。47でこの美貌はいいんじゃない？綺麗でしょ。うん。いや、47でこれは綺麗だと思わない？47でこれは綺麗な方でしょう、正直。うん。そう思うでしょ。うん。のんちゃんの裸はインスタグラムに上がってるよ。俺のインスタグラムのんちゃんの裸上がってるよ。見てきなよ。俺のインスタグラムにのんちゃんの裸が載ってるよ。プリプリだから。うん。うん。綺麗だよね、のんちゃんの裸ね。プリプリだよ。プリプリだよね。のんちゃんのボディは30代で通用するから。そして、パーフェクトな写真もあるから。パーフェクトな写真と、ね。だってさ、どれさん釣られるでしょ、ぶっちゃけ。そう、のんちゃんはもう年齢もしてるし、気違いのは分かってるからだけど、ぶっちゃけ年齢35歳ですって言ったら、どれさん、のんちゃんとの出会いがこれ送られてきたら釣られるでしょ、どれさん。どれさんどうなの？絶対ドレさん35ですって言ってこれだったら釣られると思うよ俺。ドレさんのハニートラップに引っかかるでしょこれは。これは引っかかると思うよ正直。ねえ、パーフェクトだよね。絶対引っかかってるよドレさんは。犬かわいい。犬かわいい。余裕っつって。ほら。じゃあサクッとの森下目持ってこいよこの野郎。なあ、のんちゃんの方がブスって言うんだからよ。持ってこいよな。スノーでもなんでも。スノーでもなんでもかかってこいよ、この野郎。のりこよりも美貌あんのかよ、お前。かかってこい、この野郎。のりこより可愛いんだったら。持って、もりもりのやつ持ってこい、この野郎。勝負だ。うちのポケモンと。ポケモン勝負しようぜ。ポケモンマスターになりてんだよ、俺は。いや、もう負け認めた方がいいと思うよ、俺正直。ああ。いや、負け認めた方がいいと思うよ。うん。いや、ドレさんは余裕っつってんだから。47でこの美貌の女いんのかよ。ああ。いや、だから、トツかけてこいっつってんの、今。誹謗中傷枠とかやんなくていいから。今かけろよ。今でしょ。うん、妖怪大戦争じゃねえよ。妖怪大戦争は失礼だろ。妖怪大戦争じゃねえわ。じゃあな、カス。はい、逃げ。はい、逃げ。はい。のりこ圧勝。はい、のんちゃんの勝ち。はい、のんちゃんの勝ち。
イエーイ、のりこの勝ち、のりこの勝ち。ああ、そうだよ、この美貌、30代のボディ、そしてパイパン、あ、言っていいのこれ、そしてパイパンだから、のんちゃんはちょっと今余計な情報入ったけど、あの後でたくみさんにカットしてもらうから、わかる？47歳でこの美貌、ハードパンチャー、おっぱいプルン、パイパンだから。俺スノーじゃないよ。俺スノーじゃないよ。ライトを当てたんだ。うん、戦わずして勝ったんだ。うん。だった。うん。インスタはなんて検索すればいいですか？ワドーインスタで出てくるよ。ワに道、ワドーインスタ。ワドーインスタで検索してください。のんちゃんのセクシー画像が出てきますから、いっぱい。うん。まあ、のりこの圧勝だったな。戦うまでもなかったね。別人じゃないです。和道パイパンマニアだもんな。パイパンマニアでもないけどね。妖怪大戦争を笑えた。やめなさい。やめなさいっつうの。さっき切れてたおばさんと同一人物とは思えない完成度。やっぱ芸術家だからね。永久脱毛じゃないよ。もうあの新生パイパンだから。すごいよね。脇毛も生えてこないの、うん、脇毛もないです、うん、え、なにそれ自慢？そう、自慢、うん、脇毛も生えてこない、うん、ボブの方が好き。のんちゃん強いよ、最強のポケモンだから。すごい羨ましいっつって、うん、興味ないけど頑張れ。チャムさんありがとうございます。うん、ありがとうございます。さすが和道さんの彼女、うん、やっぱね、レベル高い男にはレベル高い女がついてくるんだよ。わかりる？レベルが違うんだよ、レベルが、レベルが違うんだよ、レベルが。どれ勃起中多分ね、俺がね、あの、マジな話すると、あのね、俺のリスナーがガチアンチ化するのってね、アンチをね、アンチより俺が強いからなんだよ。さっきもだから、サクッとら配送しちゃったでしょ？あのね、勝てないんだよ。だから勝てないから、その、アンチが本気になっちゃうんだよ。わかる？うん。いや、見たし綺麗だけど、お前以外に需要あんのかよ。いや、あるでしょ。あるでしょ、のんちゃんは。のんちゃんモテモテでしょ。それはそれは、若い頃は、それはそれは男をたぶらかしてきた魔性の女だったの。綺麗すぎて根気を逃したタイプだね、のんちゃんは。うん。何レベ？うん。綺麗すぎて根気を逃したんだよ。ザクロすごいね。6対1だからね、俺。6対1だよ。6対1。6対1じゃ袋叩きだってこういうことでしょ。インスタの URL 貼って、いやだから和道インスタで出てくるもん。和道インスタで。女って47でもまだ腐らないんだね。腐らないっていう言い方ね。でも最近のあのなんつうのババアは綺麗だよ。最近のババアはすごい綺麗。うん、のんちゃんお尻経験ある？知らないわドルさんの勃起に花火ありがとう、プップクプー、ありがとうございます。モッサンアザース、うん、佐野さんだってアンチは聞かないからね。あのね、コメントで聞くっていうのはやっぱ物理的にないよ。コメントで聞くっていうのは物理的ない。男はだって現役でしょ？だって70になってもセックスできるわけだから、男はずーっと現役だと思うよ。男は現役っすよ。男は、うん、男は現役、それは間違いない。ずっと続くんだよ、永遠に。男は現役。まあでもドレさんは性欲強すぎるけどな。普通になんか20代とか10代のノリで女の資料をかけるからな。和道さんは掘らないんですか？アナルセックスってこと？いや、俺は一回もしたことない人生で。アナルセックスなんて。汚いでしょ。もんちゃん、お茶ちょうだい？
はい、こんばんは。一般さんいらっしゃい。うん。いや、だからネットストック、なんだろうね。俺のアンチって粘着系なんだよね。なんで、なんなんだろうね。うん。なんだろうね。全員こういうタイプなんだよね。ガチ粘着系タイプなんだよ。ガチ粘着系タイプ。何なんだろう。勘違い。勘違いタイプだよね。全員が全員。全員が全員ガチ勘違いタイプなんだよね。男は50過ぎても素敵になる人いる。男も女もあんまり関係ないと思うよ。バツーさんこんばんは。いらっしゃい。うん。だからさ、別に俺女の人にさ、色恋とかかけて、のんちゃんありがとう。色恋とかかけてないのに、なんだろうね。うん。アンチからリスナーになった人、わかんない。だからそれリスナーさんの、あれじゃん。最初アンチだったっていう人いるのかな？いますよ、この中に。最初和道のアンチだったけど普通のリスナーになったよって。うん。粘着系の理由はさっき言った通り惚れたからなんじゃないの。俺はそうだと思うけどね。え、ドルさんってもともと俺のアンチだったの？だからね、見たことないから叩くんだよ。え、カレー王さんもそうだったの？ドルさんがアンチだったっていうのは意外だわ。ニコ生時代はアンチだったんだ。フグセンさんも。え、バレーニョもアンチだったの？俺ちょっとショックなんだけど、バレーニョは。俺何回も顔合わせてんだ。アンチだったの？で、それ見てない頃でしょ？だからイメージが先行しすぎてんだって、多分、ネームバリューと。見たらハマるんだって。いや、びっくりした、今。びっくりしたよ。うん、ちょっと傷つくでしょ？あのね、すごい繊細だからね。あの、冗談聞かないからね、そういうのは。うん、やめて、傷つくから。今は好き、カレオさん大好き、チュッチュ、ありがとう。イメージだよね。うん、まあそりゃそうだよね。中卒で前科3班でハゲで寄り目で俺俺詐欺。絶対好きになる要素が一つもないもんね、アスペで。好きになる要素どこにあるんだよっていう話だから、ね、自分は五社部事件から和道さんを見ております。あ、五社部きっかけはすごい多いだろうね。うん、5社部きっかけはすごいインパクトだったから、確かにあそこでリスナーがガラッと変わった。5社部はほんと火消しが大変だった。あの火消しをするのに多分2年ぐらいかかってるからね、本当に。5社部事件は最初の1年間5社部をずーっと語り続けてたからね。女学生の素人女じゃあるめえし、コメントに聞いてんじゃねえよ。コメントに聞いてるっていうか、あなた知人じゃんなんなら格闘技も教わったし、なんなら本気でしばき合った仲だし、あの、なんなら、あの、面も何回も合わせてるし、プライベートでも話す仲なのに。うん、俺も五サブでした。あ、そうなんだ。強弱さんもそうなんだ。でも、ふわっちで配信見るようになって変わったね。今はファンの一人、ありがとうございます。ありがとう。うん、アンチが撤退しちゃったね。アンチって飽きるの早いよね。あの、300人のブロック解除したけど、もう1時間持たなかったね。まだ消えてませんつって。そう、あいつら飽きが早いんだよね。多分叩く対象をね、コロコロ入れ替わってるだけなんだよ。またブロック入れとこ。めんどくせえなー。一回ね、あの解除したものをね、またブロック入れ直すの結構大変なんだよね。ドレさんと和道さんの絡み一番面白い。あのね、違うんだよ。あのね、俺をいじるのって難しいんだと思うよ。多分年齢的にと、その中堅じゃん。で、突っ込みたいんだけど、その突っ込める人、要は上、思いっきり上からいける人だと力関係が出すぎちゃうから、その、ゆいがさんとか、鮫島さんとか、俺、歯向かわないじゃん。うなちゃんとか。だから、ドレさんが、その、すごい、なんか、ドレさんが突っ込むと面白いんだと思うよ。多分。ドレさんが突っ込むと面白いっていう。だから、ドレさんの突っ込みの力なんだよ。あれは。うん。ファンからアンチになりました。あ、そうですか。うん。何きっかけでアンチになったの？新さんは。うん。あー、竹本の電話ね。面白かったよね、あれ。石野といた時？あれは最高に面白かったね。笑ったよ、俺も。
ドレスさん、あれちゃう、ロハコさん結構ドレスさんのこと好きなんだよ。っていうか、ロハコさんが彼女できたって本当なのかな。なんか噂によるとね、ロハコさん今彼女ができたらしいんだよね。なかなかの事件だよな。彼女ってなんだよって話だよな。昼間のドレスさんのなんかで中指立ててカップ持つのってうんちくネタバレとつは最高に面白かった。え？あ、それ全然わかんないな。うん、あれね、これね、小指ね。あ、ドレさん買ったよ。ベレッタ。約束守ったよ。ベレッタ買ったよ。ドレさん。ドレさんも買おう、やろ、本気で。俺は、やっぱ、イタリアの伊達男が似合うでしょ。うんうん、違うんだよ。やっぱね、インテリ、高度な会話にはね、高度な知識を持った人じゃない、突っ込めないのよ。ツッコミって何かっていうと、そのボケを分かりやすくするため、視聴者に伝えるためじゃん。要はね、俺のね、高度な会話にね、リスナーがついていけないんだ。そう。だから、そのインテリ枠だから、インテリ枠。うん。そう。俺が説明しちゃうと面白くないでしょ。うん。ボケが自分のボケを説明したらダメなんだ。でもサバゲー、多分サバゲー配信は絶対盛り上がるよな。鮫島さんはすげえいい企画を用意したと思うよ。今準備段階だけど結構閲覧集まると思うもん。でリスナーさんも参加できるから結構いいよね。うん、違う違う、俺はだからバキネタだと思ってバキから引用したっていうわけじゃないのよ。要は情報が入ってて、たまたま元ネタがバキだっただけだから、たまたまなのよ。あれはたまたまバキだっただけなの。そうじゃなくて、あのトークの連携を見てほしいの。あの食のグルメな話をしてて、グルメの知識をバンバンに出して、グルメからのリスナーさんに、その小指立ってるよって、ワド小指立ってるよっていう、俺の振りが効いて、その小指をわざと立ててるっていう振りを、リスナーさんからの振りが来て、で、リスナーさんさん、いや、小指っていうのはねっていう、そのグルメな話題に、グルメ関係でつなげて、そのスパイスがっていうところからのコンボだから。あんな綺麗なトークできるやついないんだって、フリートークで。からのツッコミで正解だけど、あの後、じゃあ、コメントでよかったのに、ドレさんがグダグダな電話トツかけてきたから、あの後立て直すの大変だったんだから。あのね、コメントで十分笑い取ったのに、ドレさんがね、欲張ってね、トツかけてきて、ちょっと立て直すの大変だったんだから。トーンダウンしたんだよ、俺が。うん、分かってないドレさんはやっぱりボケだろ、つって、うん。いや、ドレさん分かってるよ。いや、知識の源泉？俺の本棚はすごいよ、ほら。見て、これ。この膨大な書物を、ね、この膨大な書物を収めてるんですよ。俺の背後には見えないところでこんだけの書物、こんだけの情報の、まあこれ一部なんだけど、すごいでしょ？これの中の全ての情報が俺の頭の中に入ってるんだよ。こんだけ本読むやついます？ねえ、こんだけ本読むやつ。やばいでしょ？インテリでしょ？インテリ。まあ見せないけどね。国会図書館ですよ。国会図書館。いや、この膨大なバックボーンに支えられて、その和道の異常なゼミナール、そのやっぱりこう知識湧き水、うん、湧き水です。うん、いや、もう本当に努力を惜しまないから、うん、知識量で負けてはいけないと思ってるから、うん、そう、電子書籍なり一気に小スペースになるのに、多分だから本って消えるのかな、本って消えるのかな、今後どうなんだろうね。うん、置き方、いや、突っ張り棒ついてるから大丈夫だよ。天井にガッて揺れない、倒れない絶対。うん、うん、やっぱりワード面白いわ。うん、ありがとう。漫画じゃない方の本だな。いや、漫画じゃない方の本だな。本だな。はないけど。初見さんいらっしゃい。文楽人形さんいらっしゃい。楽しんでいってください。
知性のみだね、うん、知性の塊だから知性の塊ですね、うん、ありがとう、知性の塊です、どうも知性ですどうもこんにちは、知性です。漫画じゃない本棚ここに一個あるけど、漫画だね、漫画じゃない本棚がないね、うん、こっち側にある本も漫画だね、うん、詐欺の塊ってなんだよ詐欺の塊の意味がわかんねえわ、うん、歩く広辞苑、あでもさ国語辞典とかさ六法全書とかザラザラ読んでるの結構面白いよね。唯一読んでない本のタイトルか、二人エッチだね、うん、二人エッチの絵が苦手、ユラさんあんまり好きじゃない俺、うん、ユラさんなんかなんだろう、二人エッチが売れた理由があんまりわかんないんだよね、二人エッチが売れた理由が、うん、あんまりグッと来ない、ユラさんが美人だと思わないね、唯一読んでない、うん、俺はその時ベルセルク読んでたから、ベルセルク、うん、いやユラさん、ユラさんはちょっとないよな、4巻ぐらいまで面白かったんだけどな、やっぱあのハウトゥー系で引っ張るっていうのは無理だよね、うん、あとね俺ね江川達也の女の感じが嫌なの、極端なスレンダーに巨乳っていうのが嫌で、あとね桜通信は乳首がでかすぎて嫌なんだよね、なんだろう女の人の体はやっぱりね、桂先生の絵が好きですね、桂先生の絵が完璧だと思ってて、なんだろうその巨乳だったりスレンダーでおっぱいでかすぎたりとか、なんかムチムチのグラマーな絵描くのになんか乳輪が異常にでかい桜通信とか、なんかそのやだな、そうそう桂先生、タルルート君は良かったね、うんうん、そうパンツのシワっていうか食い込みね、肉の食い込みはやばいね、女の子描かせたら絶対勝てないよ桂先生には、田園少女とかシャドーレディとかアイズとか、うん、まあ田園少女の頃はまだ絵のタッチが完成してない頃なんだけど、確実に完成したのはアイズだよね、もう絵として完成したのはアイズ、俺はシャドーレディの頃の感じも好きだけど、田園少女も可愛いんだけど、ちょっと髪型がちょっとやだ。田園少女は。ビデオガールね。シャドーレディの絵の丁寧さ素晴らしい。かっこいいよね、シャドーレディ。あ、アメコミが好きだからね、あの人は。だから今、なんだっけ、なんとかマンってやってるよね。バットマンみたいなやつやってるよね。シャドーレディ良かったよね。しかもね、3話ぐらいで読みやすかったし、すごい良かったよ。うん、でもやっぱ田園少女の方が有名なのか、ビデオガール、ビデオガールどんなんだったっけ、恐ろしいことにどれのどれふかのどれふかっていう、最近はどれしんっていうのどれしんって言ってる、ちょっと待って、俺どれしんって聞いたことないし、どれしんって言ってるリスナー聞いたことないし、自分で言うの、どれしんの知識は漫画もカバーしてます、おー、うん、でもなんかドレさんってさ、バキとかさ、バガボンドとかさ、筋肉系ばっかりなんだもん、なんかドレさんってオタクじゃないんだよね、だから知識コレクターみたいな感じがする、なんかディープな漫画の世界は語れないでしょ、そこ弱いと思うよ、そうじゃなくて当たり障りない筋肉系の話、えだから桂先生の、まあ、いやまあまあだからエロか筋肉でしょ、エロと筋肉だけでしょドレシンはちょっと痛いだろ、ゼットマンか、うん、広く浅いはでも正解だと思うよ、俺はピンポイントで深くいくタイプだから、うん、萌実ちゃんのヘアヌード随分お世話になりましたっつって、ね、いやもう衝撃的だったもんね、あと誰だろう、女の子のうまいなっていう、女の子描いてうまい作品ってなんだろう、あのね、ドラゴンボール鳥山明先生はやっぱり女の子を描くのが苦手だっていうコンプレックスがあったらしいよ、俺はブルマ全然可愛いと思うんだけど、
18号とかもいるけど、実は女の子がうまく書けないっていうのがコンプレックスだったっていうのを読んだ時に衝撃だったね。リスワンは無理じゃないのか。だって向こう6人でやってるでしょ。もしよかったらじゃあ誰かツイッターとかでみんな拡散して、あのね、リスワン頼むって言われてもね、向こう6人がかりでやってるから、6人がかりでやってるからさ、女といえば宮下明、ザクロってなんやねん、あいつ何なんだろうね。ザクロ新生だよね。でもまああんだけのメンツ動かしてんだから面白いんじゃないの。うん、バガボンド俺ね、飲春編が好きだったね。飲春編まではこれどうなるんだろうと思ってたけど、飲春でちょっとあ覚醒したっていうか、こういうの書きたかったんだって。でももう最近グダグダだけどね。いや6人に勝ったらすごいよね。どうなるか分かんないけど、ザクロは今日いきなりなんかフューチャーされた感じだね。シェアシェアありがとう、ツイッターシェアありがとう。ランマとかうるせえやつら書いた人、ああまあまあかわいいな。うん、激画タッチか。まあ最近の女性の書き方すごい上手くなったけど、もともと下手だと思うね。下手っつうか、まあああいう時代だよね。そのジョジョの奇妙な冒険とかもやっぱ北斗の拳みたいなタッチだったし。解放ありがとね。ドレシとワドウシに騙されたって言ってたよ。理由は聞いてない。え、誰が？佐野もリスワン狙ってきたよし、今日は無理っぽいですね。どうだろうね。いや別に、まあ取るやつが取るっていう感じだから。取るやつが取ればいいっていうのが俺の考え方だ。取るやつが取る。取らないやつは取らない。いや、俺何にもしてないよ。俺はニコ生レジェンド4、プロバーで一人で勝ったぜ。あー、プロバーでね、一人で勝った。1位見てきたらクソみたいな放送だっただけに頑張ってほしい。いや、もうね、リスワンはね、正直もう、ふわっちゃん今、群雄割拠だから、で、さらに言ったら、レディースデー、メンズデー、ビギナーズデーって作っちゃったでしょ。で、なんか、正直、リスナーナンバーワン決めようぜっていう大会なのに、ビギナー入れちゃダメだし、別枠でやるべきだと思うし、配信者の数が増えてるわけじゃん。ってことは、レジェンドが増えてるわけだから、俺は別になんか、なんつうんだろう。もうなんか、リスワン取るのめちゃめちゃ難しいっていう。だから実際そのリスワン争いから、レースからもう俺先月から抜けてるのよ。で、まあ今日はやってみようかなっていうのは思ったけど、どうなんだろうね。あ、ありがとう、タコスケさん、アイテム。ありがとうございます。あんなのずるくない？頑張ってよ。いや、ずるいか。俺は長い目で見てて、ベコボコランド。ザクロが本物だったら一人で撮るはずなの。で、今回はザクロに乗っかってる形じゃん。みんなが。要は、クモン竜とかが乗っかってる形だから、売名になるのよ。で、クモン竜とか、ミュウツーとか、アメリカ人は格を落としちゃってるわけじゃん。でも、それはやり方として正解なのよ。じゃあ、今度ザクロが次狙いますと、来月狙いますって言った時に、本当に実力がないと撮れないと思ってんの。なんでかっていうと、今はブームで今日トレンドが来たからバーって乗っかってるけど、来月までにリスナー波を作れるかって言ったら飽きられるんだよ、面白くないと。だから、それはそれで面白いと思うよ。どうなるのかっていう。どれの方が面白いは和道より。もう、まあ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 、それはね、リスナーさんが決めることだから、誰々が面白いって。まあ、それはアンチコメントではないと思うけど。正直コラボはなし、家雑でここまで集めるのはすごい。俺はね、なんかその、なんかいつもそうなんだけど、釣りタイトルやらないでしょ。まず釣りタイトルほとんどやらない。誰かの名前とかやらない、コラボもやらないっていうのがスタイルかな。普通にやって撮るっていうか。で、あの正直言うと、その1万円とかリスマンを撮るよりも大事なものが見えてきたよ。もちろん撮れたら撮れたで嬉しいよ。だけど今はそのなんつうんだろう、コツコツ積み上げていって10年後に20年後っていう先を見た時に、ザクロと俺どっちが生き残ってるのか、コウヤと俺どっちが生き残ってんのかとか、そういうことを考えるようになったかな。
ザクロはね、でもね、あの正直言うと俺は行くんじゃないかっていう感じはするね。もしかしたらまだそう声とか聞いてないから分かんないけど、流れを見てる限りだとなんかリスナーがそのくっついていく感じがした、ザクロに関しては。っていうか、あの妖精ザクロっていう名前がいい、キャラクターがいい。うん。で、あとはトークの内容聞いた時にどうなるかだよね。配信者としてのビジョン、うん、自分が面白いと思った企画も真に受けするか否かだからな。ポッと出したから厳しいよな。うん。こうやって最近配信頻度少なくな、ああ俺それ思った。多分ね、女だと思う俺は。荒野のタイプはこっちだと思うんだよね、絶対これだと思う。要はあいつは配信しかないわけじゃん。要は配信よりハマるものってあの年代これなんだよ。だから俺はこっちだと思う、荒野の年齢的に考えて。うん。多分そのうち 2,3 ヶ月後炎上すると思うよ、荒野また。うん。あ、そうなんだ、センスある。あー、ザクロ、妖精ザクロいいね。あのね、妖怪ザクロより妖精ザクロだよ。うん。俺は一生続けるつもりだね、中ちゃんは。立つ、あの正直言うと。で、はっきり言って、その俺のタイプの場合って閲覧が伸びるタイプじゃないのよ、スタイル的に言ったら。だからあのピンの力が弱いけどコアリスナーつけてくタイプだから、最終的に長く、息長く配信がそのファンと一緒に楽しめて、要はリスナーさんが楽しい、少ないかもしれないけど200人300人かもしれないけど、超和道の放送好きって言って、俺が超楽しいって言って、で回れる、ずっと配信ができる環境になったら勝ちだと思ってる。うん。炎上にあまり意味はないっていう。ただリスワンは欲しいか欲しくないかで言われたら欲しいですね、僕は本気で。そこに言い訳をしてるわけじゃなくて、欲しいものは欲しいよ。うん。ザクロはタッワークで初体験についてコメントで語ってた。今できつつあるけど、それが10年後できてるかっていう戦いだと思ってて。今はできてる。多分あと2ヶ月で1年間その飯が食えた。だけど俺は今その花火が上がること、コメントが書くこと、閲覧取れること、リスワン取れることよりも、いかに配信を長くやってそれで飯が食えてるかっていうのにすごい重きを置いてて、なんでかっていうと、その配信を楽しんでやりたいんですよ。配信をすごく楽しんでやって、俺が楽しまないとリスナーさんが楽しめないから、すごく楽しい状態を意識してて、でその結果花火が来たらいいなって。だからもしダメになってバイトをしてでも一日でも長く配信だけにこう長く取り組めるっていうか、今のそのなんだろう、ライブができるか、ライブができるかっていうのはこだわりがある。だから一日一日更新していきたいっていうか、それを。うん。初見さんいらっしゃい、言ってる意味が破綻。うん。まあ別に負け惜しみでも何でもいいけど、それはでも本音だよ、正直言うと。なんでかっていうと、やっぱりいつダメになるか分かんないし、いつ花火師さんがいなくなる、いつリスナーの数が減るか、閲覧が取れるかどうか分かんないっていう世界だから、この世界の厳しさは俺多分なんだろう、新人よりも分かってると思ってて、なんでかっていうと一発屋も見てきたし、自分がダメになってツイキャスで閲覧50まで落ちてきたこともあるし、なんだよまた戻ってきたのかよ、アンチとも。なんだよ、今もう締めに入ってるだろう。もう残り12分しかねえんだよ。もう締めに入ってるんで、一周回って見るもんなくなったのか？さっき100人ぐらいいたやつらもう全員いなくなってまた戻ってきたのかよ。もう締めに入ってるんだよ。今はアンチコメント書くタイミングじゃねえだろ。空気読めよ。いつから面白くなるんですか？ならないっすね。うん、ならないっすね。面白くは。話コロコロ変わるなじゃねえんだよ、話変えてんだよわざと、バカが。空気を読め少しは。エンディングだよ、エンディング、エンドロール流れるところだわ。初見さん、あ、いらっしゃい、ありがとうございます。あ、どうもすいません、ありがとうございます。
何の話してたんだっけ、忘れちゃったよ。まあだから息を長くやっていきたいっていうことだよね。どれだけ息を長くやっていくかっていうことだよ。あとはまあ、あの鮫島さんとのサバゲーとかを楽しんでいきたいかな。あ、まあゆいがさんの座談、あ、ゆいがさんの座談会も近いじゃん。ゆいがさんの座談会も近いわ。なんなのその今までの悪態をきちんと謝罪しようって、悪態って何よ。具体的に何、悪態って、悪態って何。俺がいつあなたに悪態ついたの、パルちゃん。俺があなたにいつ悪態をついたの。そうそう、ゆいがさんの座談会が15日にある。時間かかるよ、やっぱりその売れていくっていうのは。いやだからよ、あのよ、ゴリラよ、あのゆいがのモノマネできるかって言われても、できることとできないことがあるんだよな。急によ、おめえよ、モノマネやってくださいって言われてもよ、できるわけねえだろな。できねえよバカ野郎。こんなのでごめんね。ああ、ペコポコランド、ありがとうございます。できないですね、ゆいがさんのモノマネはできないです。はい、ありがとうございます、はい、できない、できない、やっぱ大先輩だから、レジェンドだから、怒られちゃうからね。怒られちゃうから、そこはやっぱ気をつけていかないと。継続して芸を磨いて2代目を襲名しよう、2代目ユイが。操縦2つでいくらでした。これはいくらだったかな。これが1万1000円かな。 25% オフ。おー、リンリンいらっしゃい。これが1万1000円 25% オフだった。すげえ安かったよ、東京丸。まあ、あのアマゾンで買った方が安いんだけど、やっぱね、握ったところでのんちゃんと一緒に買おうっていうことだから、もう即買いだったね。すげえ安かった、 25% で。秋葉原店すげえ安いよ、ハンドガン。買った買った、ベレッタ、イタリアのベレッタ、PX4 ハンドガン買ったよ。だ、あとまあメインウェポン、こっちね、 P90。 2代目ユイガっていうのは、俺がニコ生始めた時一番最初についたあだ名。いいでしょ、いいでしょ。P90 いくらだったかな、3万5千円、3万5千円、だから5万ぐらいかかってるか。俺の武器だけで5万いかないぐらいか。で、のんちゃんに買ってあげたのが1万3000円ぐらいかな。特殊部隊系を意識してるね。だからヘルメットは、あのスワットのヘルメット被ろうと思ってる。スワットのマスクと、もうマスクも決めたよ。スワット系でいこうと思う。スワット系の真っ黒だから、特殊部隊系になると思う、俺は。ゲリラ系じゃないね。そっち系でいきます。のんちゃん今後ろに寝てるよ。のんちゃん寝てる。のんちゃん寝てるよ。スワットのロゴ入ってる服とか帽子とかいいですね。スワットのね、ロゴは入れたくなくて、俺はどちらかっていうとジョーズって入れたいね。ジョーズのワッペンとか作ったりとか、全部その武器とかにもジョーズって入れたいね。ジョーズ、そうなんだよね、森とか目立っちゃうんだよね、黒は。だけどまあそこはカッコつけてやりたいかな、ちょっと。なんかせっかくだからテンション上がる感じでやりたいじゃん。でもしそれで、あ、ダメだ、黒ダメだから迷彩服買おうとかになるのは別にいいことだと思ってて、そのゲームにハマっていって、でその要はコスプレ要素を重視していくのか、技術的な要素を重視していくのか、まあ、楽しんでいきたいね、俺は。S だね、 Z じゃないね、上手。ジャパンアンチワークスペシャリストだから S だね、上手。あ、黒は絶対浮くよな。赤はもっと目立つでしょ、的でしょ、おとりでしょ、おとりでしょ、完全に。赤は絶対ダメだよ、
赤は。スーツでもともとやるつもりはないかな、うん、スーツでやるっていうのはないけど、まあジェームズ・ボンド風とかもたまにはやってもいいんじゃん黒のタキシード、うん、アンチワークスペシャリスト、そうジャパンアンチワークスペシャリスト、ジョーズ、うん、ネーミングセンスあるよね。いやさすが鮫島さんのリスナーだなと思ったよね。あと4分閉めますか？そうですね。あと9分になったら僕はもう寝ます。お付き合いいただきありがとうございます。本当に。長く。今日は一日楽しかったですね。久々24時間分回しました。前線でジェスチャー。あ、多分やると思うよ。で、俺と鮫島さんは多分無線使うと思う。うん。僕らは一について。すがし顔いいよね。多分まあ2時からドレさんが始まる時間帯だと思うんで、ぜひぜひドレさん見にね行って、今日多分いじられると思うんで今日のグラップラーバキのネタは絶対出てくると思うんで、ドレさんの放送の中で動画に上がらないことを祈りますねYouTube に上がらないこと。あ、ニュータロさんありがとうございます。うん、スガシカを好きな曲なのにやめて、アスガードさん、うん、あの曲いいよね。俺でも情熱大陸の方が好きかもしれない。博士だろうの、てん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 はかなり好きなんで。ポケモンいじるは絶対ある、うん、まああとね、のんちゃんがねすごい頑張ってくれたんでありがたいなと思って。あー、ソソさんアイテムありがとう。ソソアイテムありがとう。いつもありがとう、ソソ。じゃあ締めに入りますか。もう少しなんで。花火をくれた人ね。ちょっと待ってね。花火をくれた人が、モツさん、イアンソープランドさん、ソスさん、カルンさん、モツさん、5名の方、花火ありがとうございます。その他、アイテムの方は割愛させていただきます。本当にありがとうございます。じゃあ皆さん、ありがとうございました。小崎さんもアイテムありがとう。コメントもたくさん、閲覧もたくさんありがとうございました。カルンさん楽しかったよ。ありがとう。アイテムもありがとうございます。またね、鮫島さんとのサバゲー盛り上げていこうと思ってるんで、今日ね、上手に入りたいっていう方も、問い合わせがありましたので、一応ね、メンバーミーティングとか開いたりとかしながら、戦略練ったりとか、どこの場所を室内にするのか、野外にするのかとかも、やっていこうと思ってますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。鮫島さんのところでもね、結構その話題で盛り上がってるし、今日もね、なんか、サバゲー参加してきて、多分明日そのトークになると思うんで、ラムーさんありがとうございます。はい、コピちゃんパフェありがとう。ありがとうございます。ペコポコランドもありがとうね。ケンタンメンもありがとう。アスガードさんもありがとう。コピちゃんありがとう。モチさんありがとう。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございます。明日起きたら放送やると思いますが、結構時間がかかると思います。あとね、次枠っていうか明日の放送以降見てくれる方は、ふわっちの、フォローよろしくお願いします。YouTube、Facebook、Twitter、LINE などもやってますので、各 SNS 自由に、登録していただいて、いただけると、非常に売りたいです。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。